ストライクショット、こんにちは、 X フランクの中の一人 X と刺身です。はい、ということで今週はモンスターニュースよろしくお願いします。お願いします。はい、12月ですよ。12月ですね。師走ですね。さあ、一発目のおしなやきこちらです。じゃーん。はい、このようになっております。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは1おさらい。12月10日はモンスターの日。はい、こちらご覧ください。じゃーん。はい、ということでしっかりね、あのラッキーモンスター集めて全部ゲットしてみてください、うん、あら、得玉もありますね。そうなんですよ。こちらはですね、魔法学園ジュエルス6の専用となっております。はい、はい、そしてこちらじゃん、はい、キャンペーンも各種開催中のものもございましたら、うん、これから来るのもあるので活用して遊んでください。そうですね。はい、それでは2超究極がやってくるぞということで、こちら、はい、新ガラハット、ガラハットが超究極と登場いたします。はい、はい、美しくなりましたね。はい、こちらはですね、あのいつも通りですね、イベントクエストに新ガラハットが登場ということで、2つの難易度登場いたします。究極をクリアすると超究極のクエストに挑戦が可能になります。はい、はい、登場日時が、12月10日の木曜日19時から22時に究極で、超究極の方が21時から23時59分まで来ますので、先にね究極クリアしといてもらって、はい、超究極挑みましょう。頑張りましょう、はい、続いて3、モンスト年末年始キャンペーン開催、こちらをご覧ください。よ、久しぶり。まさかモンストやってないよな。懐かしくなったからって友達と絶対にやるなよ。んやる、やるぞ。懐かしくなってもモンスト禁止やるぞ。はい、モンスト禁止でございます。やるなよ、言ってましたね。はい、こちら本日12月3日木曜日17時より開催となります。はい、まあ上島さんですね、またね。いや、なんかちょっと懐かしいような嬉しいような、うん、ね、楽しみですね。見たことある雰囲気の感じじゃないですか。はい、それでは見ていきましょう。こちらまずはじゃん、プレゼントもらえるからってモンストやるなよクリスマスキャンペーン開催、うん、はい、こちらも今日からとなっております。はい、はい、見ていきましょう。こちらです。じゃん、点灯ミッションにチャレンジして特設サイト上のイルミネーションメーターを貯めよう。メーターが貯まるほどイルミネーションが灯り出し、プレゼントがどんどん豪華になっていきます。はいはいはい、点灯ミッション1、こちら、はい、モンストに1日1回ログインしようということで、期間は本日12月3日から12月10日となっておりまして、うん、こちらのミッションをクリアすると、はい、マスクもらえるからってログインするなよ賞ということで200名の方に抽選で当たります。うん、このマスクが、そうなんですよ、この先ほどやっていたマスクが当たります。、はい、なんかいいですね、金いいですよね。うん、で他にも今後点灯ミッション2、3、4とあるんですけれども、こちらはね、順次追って内容など期間発表していくので、うんうん、ぜひぜひチェックしてください。はい、ピザとかね。ねえ、グランピングめっちゃ行ってみたいです。あ、いいっすね。で、あと車もね、豪華だったりするので。車、いや、すごい。こちら、特設サイトをご覧ください。はい、こんな感じですね、マスク。はい、こんな感じでございます。かわいいですね。これ、いいよね。これ、でも道歩いてたらすごい、なんか、あの人罰ゲーム中。罰ゲーム受けてる感じはしますけど、まあ、するなよ。もうちょっとするなよ。では、4。重心化情報を持ってまいりました。ということでこちらをご覧ください。はい、ということでゲーテが重心化いたします。またおかっこよくなりました ねなんか胸のところからこう、あの砂時計出てるのか入れてるのか、はい、そうかっこいいですね。かっこいいな。はい、ということで気になるステータスはこちらです。はい、貫通ゲージのバランス型、アビリティが超アンチダメージウォールとアンチ魔法陣、そしてゲージでアンチブロックと SS ターン短縮、ストライクショットが A ターン12ターンと20ターンで打てます。スピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点の効果をアップさせる。友情コンボがメインでツイン反射レーザー EL4 とサブで長距離クロスウェーブとなっております。はい、はい、
こちらですね、あの進化神化、まあ、ガッチャンコした感じですね、うん、いいところいい、はい、で超アンチダメージオールにもなってますし、あれですね、アンチ魔法陣はもともとゲージだったんですけど、うんうんうん、上にね上がって巣になってるとか、ありがたいとかとかですね、あと、ストライクショットも、最初ね12ターンで打てるようになっているので、うんうん、まあ、さらに SS ターン短縮もついてますし、サクサクっと打っていけるんじゃないかなと思いますね、はい、めっちゃ早く打てますね。そうですね、弱点効果アップさせてくれるので、うん、なんかこう共有状とか、あと殴りの強いキャラと相性良さそう。そうですね、そうなんですよ、はい、で結構その弱点効果の期間あの間も長いので、はいはいはい、はい、あの他のキャラクターでね、あの殴っていったりとか、この友情コンボのツイン反射レーザーとかもともとねツインじゃなかったのツインになったりとか、サブのね長距クロスウェーブも弱点入ると結構ダメージ出せるので割と順当に強くなったなって感じがするんじゃないかなと思います、はい、いいですね、主力にもなれるしサポートでも優秀と、うん、ですね、はい、はい、そんなゲーテの解禁日がこちらです。12月8日火曜日の12時に解禁されますので、皆さんお待ちください。お楽しみに。続いて5来るぞ重心格会、こちらご覧ください。はい、ということで重心格会ギムレット様です。またなんかあの人間らしい、人間じゃないと妖精なんですけど、すごいですねなんか可愛い妖精を迎え入れてますね。すごい優しい微笑みたたえてる感じになりましたね、ちょっと三つ編みもおしゃれにされて、あ、三つ編みだ、本当だ、ありがとうございます、はい、それでは見ていきましょう。こちらじゃん、貫通超スピード型、アビリティが超アンチダメージウォール魔法陣ブースト全属性耐性、うん、コネクトスキルは発動条件が自身と戦型が異なるキャラが1体以上、または合計ラックが100以上で飛行、そして無属性耐性、うん、ストライクショットが創造なる命の波動を打った後申請した妖精たちが追撃、こちら12ターンと20ターン、そして友情コンボが長距貫通ホーミング18、サブで長距ホーミング12となっております。魔法陣ブーストがついているんですよ、ね、はい、なので、まあ、魔法陣ブースト、そして超アンチダメージウォール、これ重なってからの殴りも結構、うん、あの強かったです、うんうんうん、で、まあ、超スピード型なので、まあ、壁当たると多くねこう殴れたりとかもするので、はい、そこもねサポートとしてかなり良かったです。ギムレットさんといったらねスピードですもんね。そうなんですよ、さらにねスピードアップしますもんね、壁に当たったら、はい、でまたあとこのストライクショット波動を打った後に申請した妖精たちが追撃ということで、まあ、どこにいてもねあの狙い定めて打てたりとかもしたので、うん、はい、結構あのどういった立ち回りでも使いやすいストライクショットだなといった感じでございます。なるほど、ね、友情コンボもねホーミングがダブル で、うん、でね、とても削ってくれるので、うんうんうん、はい、助かりました。コネクトスキルもね合計ラック100以上だと結構出しやすいですよね。そうですね、うん、はい、はい、といった感じでございます、はい、解禁日はこちらじゃん、12月8日火曜日12時でございます。はい、お楽しみに。楽しみに。6ルシファーやオラゴンの年賀状が発売ということで、こちら、はい、本日よりモンスターストライクの年賀状が発売されます。はい、はい、こちらですね、スマホで簡単に年賀状が作れるスマホで写真年賀状というアプリの方に、うんうん、モンスターストライクの年賀状が登場すると、デザインがですね登場するということで、あのもう本日より出てますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。これルシファーとかオラゴンとかね、うん、人気のキャラクターを使ったモンストのデザイン、なんとね25種類もな、すごいですね、はい、ありましてですね、はい、なんかねじっくりちょっと小さいんだけど見てもらうとね写真をね、うん、自分の写真入れたりとかできて面白そうかなと、なんかもらうのも選ぶのも楽しそうですね、うん、ですね、はい、まあ、アプリでね簡単に作れるので最近出してないなという方もね、うんうんうん、この機会にいろいろねデザイン作ったりして、はい、凝ってみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ、はい、ちなみにですね今なら、モンストンデザイン限定で印刷代が 30% オフになるキャンペーンも実施しておりましてこちら12月の20日まで、30% オフにね印刷代がなりますので、はい、早めにねチェックしてみていただければと思います、はい、こちらですねあの画像になっている通りですね、あの年賀状っていう感じでねアプリの方で検索してもらって牛さんがついているこのアプリの、うんうんうん、この牛ですね、はい、アプリをねスマホでダウンロードしてもらって、作ってみてもらえればと思います。私このねあの真ん中の下の属性のアイコンに入れるのよくない？
属性のアイコンに入れるのもモンスターになれるみたいな感じでいいですね。ネックスはやっぱ木属性かな。お、どういうことかな。ネベトモリかな。はい、ありがとうございます。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、7ギフトコードが当たる年末ドリームチャンスやグッズ続々ということで、こちらじゃーん。はい、12月3日17時より X ラグストア2020年末ドリームチャンスがスタートします。すごい、なんか良さそう。はい、こちらですね、モンストアプリ内のミッションをクリアして特設サイト内の年末ドリームチャンスに挑戦すると最大1万円分のギフトコードが抽選で当たるチャンスとなっております。うわ、1万円も。そうなんですよ。ありがたい。はい、ということで参加方法は、この後17時からですね、モンストのアプリ内に登場するミッション亀クエを1回クリアせよをクリア、そしてオンラインストアの年末ドリームチャンスキャンペーン特設サイト内から挑戦するを選択して商品をゲットしてください。はい、外れなしとなっているので皆さんぜひやってみてください。亀クエ1回クリアなんてもうね、うん、ちょいのちょいですよ、うん、はい、こちらは12月3日から12月31日までとなっているので、詳しくはモンスト公式サイトをチェックしてください。はい、はい、そして続いてこちら、じゃん、大人気 SS セリフアクキ第3弾が新登場でございます。はい、こちらですね、まあ、ゲームのようなガチャ体験をこう実世界でも体験できるものとなっておりまして、うんうん、12月11日金曜日からガチャリドラがデザインされたリアルガチャに第3弾が加わりまして、全国122店舗のイオン直営テレビゲーム売り場に出現いたします。お、はい、今回はですね、なんとスペシャル仕様の2種類を含めた全22種類のラインナップとなっておりまして、うん、このねスペシャル仕様は当たり確率がアップとなっております。あ、すごいガチャっぽい。そうなんですよ。ピックアップみたいな、リアルに体験できる感じになっているので、ぜひ来週末お近くのイオンで販売されていたら運試ししてみてください。はい、これ結構でかいんです、はい、本当にね、でかいんですよ。でかいガチャリドラが置いてあるんですよ、はい、写真とかも撮ってみていただいて、はい、楽しんでください。はい、続いてこちら、じゃん、 X フラッグストア限定オリジナルボイス入りプレミアム時計。はい、12月3日木曜日よりルシファーのボイスが流れるルシファー掛け時計が公式オンラインストア X フラッグストア限定で予約販売開始となっております。お、この時計のために新規で取り下ろされたルシファーのボイスがなんと36種類。めっちゃ入ってる。そうなんですよ、はいはい、でランダムなね、あのタイミングで流れるシークレットのボイスも1種類収録しております。へえ、いや嬉しいですよね。いいですね。はい、でなんかこう時報モードとか、はい、あとはあの暗くなるとこう音が消えるね、うん、モードなどございますので。あ、いいですね。はい、いろんな機能がある電波時計となっております。うん、はい、でこちらですね、あの公式オンラインストアの販売ページにサンプルボイスも聞ける動画があったりするので、ちょっとそちら覗いてみていただければと思います。いいですね、これ聞けるんだ。はい、で、あとストアですね、あの X フラッグストア渋谷心斎橋では12月3日よりルシファー掛け時計のサンプルも展示しているので、ぜひねそちら見ていただければと思います。はい、はい、価格は 19,800 円です。はい、はい、SS ゼリフアクキーとなっております。見えますかね。見えるかな。見えますかね。見えるかな。こちら見えますか。アザトースです。そう、そして私が持ってるのが弁財天で、これがあの特別仕様のね、キラキラのやつですね。キラキーンになってるんですよ。可愛いですよね。見えますか、私の手相とともに。いやすごい可愛い。可愛いんですよねこれね。あざとう、もう今年いっぱいありがとう。ありがとう。これ欲しいな普通に。これいいよね、髪とかに本当につけやすい、はい、縦長な感じがいいですよね。はい、ガチャ体験しつつ皆さんゲットしてみてください。はい、はい、続いてがですねこちら、ルシファーの掛け時計となっております。結構でかいんですよこれ。でかいですよね。で、うん、このデザインもめちゃくちゃ こだわってあって、そう、いやこのお花とかのデザインもいいですね。結構このね、あの文字盤とかも光沢というかこの金属っぽい光ってるんですよ、うんうんうん、すごいおしゃれ。あんま動かす、ちょっと反射しちゃうんであんまり動かさないんですけどじゃボイスももしかして聞けます。聞かしちゃいます。ありがとうございます。いきますね、じゃあちょっと流しますね。はい、何が出るんかな。いきますよ。そんなにゆっくりしていて大丈夫なのか。大丈夫です。大丈夫じゃないですこれいい、いいね。いいです。なんかこう話しかけてくれてる感じがいいですよ ね、うん、ね。はい、このようになっているのでぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、はい、ということで今週のモンストニュースは以上となります。次回はこちら、はい、じゃん、12月10日16時から
ーとなっております。はい、モンストの日だ。モンストの日ですね、うん、お楽しみに。楽しみに。それでは最後はラッキーモンスターの映像を見ながらお別れとなります。モンストするなよ。